実月部下ロープウェイは台湾南投県御池里の実月端と旧俗文化村を結ぶ索道路線。台湾で初の例となる PFI が導入され、部方式となる公共索道路線で中国青年救国団が運営するアクティビティセンター前の実月端湖畔から占い、吉山の2つの尾根を越えてテーマパーク、旧俗文化村までの全長 1.877km を結び、途中駅はない。2008年4月18日に着工、2009年3月に完工、試運転を開始。同年12月28日に正式開業した。2010年4月、累計利用者数が100万人に到達した。文化村には園内を循環する別のロープウェイもある。車窓からは実月端と堀盆地の絶景が堪能できる。州終線の車駅まで約 4.72km 延伸する構想がある。2016年8月、日本の関山寺ロープウェイと包括友好提携を締結。これは静岡県と南投県の間で交わされた浜名湖と実月端の包括的観光友好協定に基づくものであり、同時期に天竜浜名湖鉄道と台湾鉄路管理局州終線の姉妹協定も実現している。旧俗文化村が10億台湾ドルを全額出資して建設され実月部下友綱社公司が運営している。本線延長は 1877.15 メートル。2001年に園内ですでに導入していたオーストリアのドッペルマイヤーガラベンタグループ製の同じ 8MGD シリーズを採用している。定員8名のゴンドラ86両が2000、自動循環式で運行している。輸送力は毎時片道3000人に達する。最高速度は秒速6メートルで、片道 6.8 から10分程度で到達する。全線直線で16棟の支柱があり、支柱の高さは 58.86 から 60.6 メートル。7番目と8番目の支柱間隔は786メートルに達する。と反射度は最大で43度、海抜高度の最高地点は1044メートル。ゴンドラ屋根にはソーラーパネルが設置され、緊急時の連絡に用いられている。旧俗文化村内のゴンドラとは接続されておらず、互いに独立している。運行時間帯は平日10時30分16時。土休日が10時16時30分で、乗車券販売と改札の開始、終了時刻は、それぞれ30分前。現在2駅が営業している実月部下友綱社の車両旧俗文化村の入場券と往復乗車券がセットになっており、入場しない乗客は実月端駅の窓口で乗車券のみ購入する。全料は小学生以上65歳未満の成人。優待票は65歳以上の高齢者と障害者、妊婦、6歳未満で、身長 100cm 以上の幼児が対象。身長 100cm 未満の幼児は大人1人につき2人まで無料で同乗できる。ありがとうございます。